緑の音楽に魅せられて。みなさんこんにちは。こんにちは。先生こんにちは。はい、こんにちは。いつもの通り、ね、いつもの通り、うん、はい、あっという間の1週間1週間です ね、 ね、今日もねお便りいただいてます、ね、今、はいはい、ありがたいですね。お便りが結構ね、うん、辻さん、みどりさんって書いてありますね。あ、嬉しいですね。いただいてますよ先生、うん、少しは僕のこともねいや先生結構来てるんですよ先生そうですか、俺の僻みですか。だって先生のこれ番組で私の番組じゃない先生の番組ですよね。これね、ゲンさんよりね、ゲンさんね、はい、あれ、あ、前回もいただきましたね。前々回かな、あ、ありましたね、うん、そういえばね、ゲンさん嬉しいですね。なんかゲンさん、ゲンさんで、ゲンさんありがとうございます、はいはい、ありがとうございます、ね、いつも聞いてくださってるんですね、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと読ませていただきますね、はいはいはい、辻さん、みどりさん、はい、いや驚いたことがあってね、うん、聞いてもらいたくてね、はいはい、何年も会っていない甥っ子でしょこれ、はい、甥っ子がいたのよ、うん、うん、忘れていたのよこの間、ね、突然訪ねてきたの、うんうん、近くに来たからちょっと休みに寄ったんだとさ、うんうんうん、小さい頃は坊主頭だったの、うん、わは思い出したんだ、うん、4月から働きに出るんだって言ってね、うん、頭が金髪だよそれも2色だからお前どこに働きに行くんだって聞いたら、うん、どこかの工場だって、うん、社長が自由な服装で良いと言ったからだって、うん、驚いたよっていうお便りですけど、でもねいいんじゃないですか、ね、ちょっとその前に先生いいですかね、曲をちょっと挟んで、ね、うん、ちょっといつもねあとここでね始まっちゃうと曲を、うん、そう ずっと長くなっちゃうから、はいはい、これちょっと源さんちょっと待ってくださいね、はい、1曲、はいはい、あのじゃあ景気のいい歌からいきましょうか、はいはいはい、みどりさん何でしょうか。あ、それですね、はい、あ、なんかジェスチャーしてくれてますね、はいはい、あの鳥さんの歌ですね、はい、そうです、はい、あれはニワトリさんじゃないんだよ。ニワトリ、これもちろん違いますよ、はい、あのね、あの三宅島で、はい、うん、腹の赤い ね、お腹の赤い鳥ですね、うん、はいはい、それではお送りいたしましょう、赤コッコ。優しい気立ての愛。
てな暮らしは性に合わない、潮目七色はい、ありがとうございます。もう先生元気いいよねこの歌ね。いや私ねよく歌う前に言うんですね、私は 腹は黒いんだけど、この鳥は赤い、お腹の赤い鳥なんですよって、お腹の赤い鳥っていうのはなんか、ね、腹赤っていうんですか、腹黒ならわかるけど腹赤聞いたことない。いやいや、赤い鳥って言ったから 腹が赤いんですよって言ったの、そうお腹がね、ほんでね、違う、はい、ちょっと思い出して、ちょっといいですか、ちょっと言いますね、いとこがね、あの帰る時にね、私未だに忘れない、帰る時に、私に、あんたちょっとあの、コケコッコちょうだい。置いてってよ、ちゅうけ。は？コケコッコ？赤コッコでしょ？つったら。あ、そうそう、ギャギャギャ。ほんで、ギャラ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 自分で笑ってんのね。私びっくりした。コケコッコって言うけど、何を言ってんのかなって。赤コッコでしょ？つったら。それ一本、ちょっと置いてってね、ちゅうけ。わかったわかった。あ、わかったわかった。歌ってね、つって来たんですけどね。これ、あの、言いにくいみたいですよ。鳥、タイトルと赤コッコなんだけど、漁師さんの歌なんですよね。そうそう、だからそれも説明してきました。で、このお便りの話に戻らないと、また時間がね。そうですよ。これね、あの、甥っ子さんが、まあ、ちっちゃい時にしか見てなかったんでしょうね。で、急にほら、大人になって見たんでしょうけど、金髪、今ね、流行ってんですよ。その、二色染めたりね。うちのね、姪っ子もこの間会ってきたんですけど、姪っ子も、うちの姪っ子がいるんですね。姪っ子も、ブルー系、女の子ですよ。姪っ子だからそうだよね。ブルーに染めてんですよ。で、夜しか、夜迎えに来てくれたのね。だから夜は黒くしか見えないから、ね、私。で、朝起きたら、何あんたの顔、あ、顔じゃない。あんたの頭、なんでそんなに、あの、ブルー系なのって言ったら、姉ちゃん、昨日言ったよねって。染めたって。でも昨日黒かったじゃないって。夜だから黒いのよって。黒く見えない。あ、そうか。って言って、今流行ってるみたいですよ。あ、そうですか。で、その子も、もう、姪っ子だけど、高校生だけど、で、この化粧まで教えてくれって言い出して、姉ちゃん、着物姿見たもんだから、姉ちゃん、綺麗ねーって言って初めて見て、私の姿を。あ、着物姿綺麗だったんだねって、いや、顔も綺麗だったよって、姉ちゃん、化粧教えてって言われて、化粧教えてきたんですけど、いや、わかりますよ。だから、この人の、この方が、ゲンさんが言ってんのね。今ね、流行ってんですよ、こんな髪染めるのが。でもういいんじゃないかな。もう大人だからね。でもみんな染めてますよ。電車でもそうですけど。この続きね、もう少し、もう一曲お送りしたらまた続きのお話にしましょう。はい、ちょっともう時間がどんどんなくなっちゃうんで。はい、それではね、ほら、もうすぐダムに入ってくる。はい。タイトルが燃える子の夢でしたよね。はい、そうです。はい。ぜひお送りしたいと思います、はい、お聞きください、はい、燃えるこの夢。
も心はあなただけ。恋は不思議な気の手具が惹かれ誘われ夢を落ちあなた私茨の道だって忍んで耐えて越えられる強い想いは変わらない咲かせる愛の花燃えるこの夢強くなるあなた私心は結ばれて黒を二つに分け合って支え励まし生きてゆくあなた私はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。実はですね、はい、私ね、音楽のね、はい、まあ、作曲学科っていう学科、まあ、で学科長やってた時代があったんですよ、はい、で学生さんがいっぱいいて、はい、うん、ただね、みんな髪の毛染めてるんですよね。あ、やっぱし、はい、ミュージシャン関係だからね。そうですね。それに対して昔はうるさかったらしいんですけれども、そうですね、うん、はい、結局理事長が、まあ、うちの学校は、まあ、尚美、もう早い話は尚美大学っていうとこなんですけども、はいはい、やっぱ率先してですね、もう髪の毛のことは触れるなと、うん、朝の会議で、あ、もう自由にさせてあげろと、うん、やっぱそういう時がありましたね。ああ、そうですよね、うん、やっぱりどっかで切り替えないとね、あまり規制を加えても、うん、そうですね、うん、よくないと思うんですよね。ですね、
で昔の理事長からは考えられない言葉でしたけどね、うん、やっぱしその髪の毛の問題でいちいちやり合ってるとキリがないと、あキリがないのとその、 あの保護者ね、はい、まあ親御さんですよね、はい、まあ親ですよね、はい、親の人に対してでもクレームが来たりすると、あ、うん、もうややこしくなるし、はい、髪の毛染めてるイコールやんちゃとか、うん、グレてるとかね、うん、そういう問題じゃないんだから、うん、もう触れるのよそうと、うん、昔はそういう言い方してたもんね、うん、もうグレてるとかね、うん、なんか変にね、変な感じだったもんね。 だって私が若い頃、うん、エレキギター持ってる、しかも弾いたりしたら、あああいつグレてるとか、ああ分かります、うん、分かります、本当髪の毛伸ばしただけでグレてるとかね、そうそうそう、言われましたよ ね、 ね、今はもう関係ないですよ、みんなやってますから ね、うん、そうですね、あんまり気にしない方がいいと思います。もう自由でいいんじゃないですか ね、 いいですよ、うん、私も金髪ですよ、染めて白髪染め、う、ね、違うか、白髪染め、うん、僕は茶髪ですよ、茶髪ね、うん、茶髪、はい、一緒でしょ、はい、同じようなもんですね、はい、だからあんまり気にしない方がいいですね、はい、今の、ね、時代があるから、はい、うん、それでは、はい、あのお別れの曲になりましたけれども、はい、何をお送りしましょうか。やっぱりレンゲソウですね。あ、そうですね、うん、今日ね お届けしてないですもんね。ごめんなさい、私の歌、うん、あ、はい、はいはい、じゃあまたみどりさんの歌でレンゲソウをお送りいたします、はい。